今月15日、上士幌町にやってきたのは、道内各地の高校生およそ30人です。目的は、温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするゼロカーボンの取り組みを学ぶためです。地球温暖化などの、環境について興味があったので、食とか農業に興味があって、でその学んでるうちにその環境とかの関わりがあって、もうちょっと視野を広げてみようって思って。温暖化によって引き起こされる異常気象や災害、それを食い止めるために進められているゼロカーボンの先進地がここ上士幌町です。高校生たちの目にどう映ったのでしょうか。温室効果ガスを出さないゼロカーボンの街づくりを学ぶため、上士幌町に集まった高校生たち。まず見学したのは、荷物を配送する買い物ドローンの実演です。届いたのは高校生へのプレゼント、プリンです。めちゃめちゃ大きかったです。びっくりしました。なんかでも思ったより音も小さくて良かったです。上士幌町ではタブレットで頼んだ商品がドローンで届く買い物ドローンの実証実験を行っています。トラックによる運送と効率的に組み合わせると、二酸化炭素の排出量が少なくて済むといいます。実用化がもう本当に目の前に来てるんだなって感じました。梱包にすごいお金とか資源とかかっちゃうのかなっていうのは思いました。続いて訪れたのはバイオガスプラント。人口およそ4900人の上士幌町では、その10倍近い4万7000頭の牛が飼育されています。その糞尿から発電するバイオマス発電所は町内に7基もあります。1日150トンぐらいもう毎日入ってくるんだ。糞尿って聞いて結構匂いすごいのかなって思ってたんですけど、全然一切匂いしなくて、それが一番びっくりしました。困っちゃったり捨てられちゃったりってするのが再生可能になってエネルギーになるっていうのだと、すごく今後いいのかなと思います。ツアー終了後、学んだことをグループで話し合い発表しました。環境汚染をしないことで住みやすい街を作ったり、結局その街に住む人々のその利便性が向上できるような街づくりにすれば、みんなその幸せになれるんじゃないかな。使えるものを全て使ってやろうというハングリー精神がとてもすごいなと思いました。外から来られたみんながめちゃめちゃ真剣にこう上士幌について話し合ってくれてるのを見て、なんか感慨深いというかもう来るものがありましたね。これから北海道の未来を担っていく若い人たちの参画が特に重要だと思ってます。多くの学生が刺激を受けたんじゃないかと思いますので、これからますますですね、若い方々も含めて道民の皆さんの関心がさらに高まることを切に願っています。高校生のツアーを主催した道では、今月22日にも石狩市で風力発電などを見学するツアーを予定しています。